ダロイジウス、アロイス・アルツハイマーは、ドイツの医学者、精神科医、バイエルン州、キッチンゲン郡、マルクトブライト出身。フランクフルト市立精神病院勤務などを経て、ドイツ精神医学の源流であるエミール・クレペリンの元で、ミュンヘン大学に勤務する。1901年に診療した、アウグステデーターという嫉妬、妄想、記憶力低下などを主層とする。 女性患者の症例を1906年に南西ドイツ精神医学会に発表し、この症例が後にアルツハイマー病、現在のいわゆる認知症と呼ばれる疾患の多くを占めるものとして広く認知されるとともに多くの医学、薬学研究者の生涯の研究テーマとして現在も主流となっている。アロイス・アルツハイマーが国名に記録したアルツハイマー病という疾患概念は 1910年のクレペリンの著述になる精神医学の教科書で大きく取り上げられ、現在もアルツハイマー病、アルツハイマー型認知症などの疾患名として確立されている。1912年、ブレスラウのブレスラウ大学精神科教授に就任。1915年12月に大学へ向かう途中の列車内で体調を崩し、間もなく心疾患のために没した。 遺体はフランクフルトのハウトフレッドハフフランクフルトにある妻の墓の隣に埋葬された。ありがとうございます。